はい、おはようございます、山本です。今は7時半で、今日からまあ時間気にせず行動できるんで朝ジム行こうと思います。今から、外をちょっと有酸素して朝ごはん食べます。昼からはまあベニスビーチ行ったりしようかなと思うんで、ぜひ今日も最後まで見てください。 Let's go。最高な朝、これ絶対美味しいやろ。これプロテインのやつで、トロピカルバナナ、ストロベリー、マンゴー、ローステッドアーモン、パンプキンシード、ヘンプシード、プロテインパフ、アーモンドバターが入ってる。でこれで480キロカロリーで 25g プロテイン入ってる。パイナップル、レモンジュース、ハーブとプロバイオティクスのブレンド、めっちゃすっきり。ちょっと食べます。うまもう白いになんないやろ。今日はプルワンデイの日で、今から筋トレします。今日も天気最高。ランニングとかしてる人が多いですね、こっち。あと道がデコボコ、もう木が育ちすぎてすごいデコボコして。ゴールドジム着いた。トレーニング終わりました。今日はこのアイソレートのプロテインで 32g プロテイン入ってて、 7g BCA、 炭水化物、砂糖、脂質ゼロ、アイソレートホエイプロテイン、レモネード味。これ前飲んだことあるな。日中はやっぱり人が多い、見たことある人もいてて。じゃあ今から帰ります。テリヤキボール頼みました。テリヤキボール。ちょっと食べたんですけど、美味しい。
も焼き鳥とライスみたいな感じ。うん、美味しい。シェイクも頼みました。甘すぎなくて美味しい。まあ、今回は観光とか旅行というよりかは、まあ、将来自分のやりたいことに向けてちょっと勉強のためにロサンゼルスに来ました。だからまあ今回は一人なんで、なんかあんまり観光らしいことできないんですけど、まあでもこっちでなんか普通に生活するのも面白い。めっちゃストレスフリーで、昨日はすごいいい機会やったし、まあ、つながりとか持てたんで良かったですね。強いんでちょっとキャップ買いたいなと思ってメッシュキャップ探してて、あ、めっちゃメッシュキャップ売ってるとこ見つけた。夕方めっちゃ気持ちいい。ほんまにまだバスケみんなしてる。気温がめっちゃ気持ちいい。ほんま夕方。ここがマッスルビーチ。マッスルビーチ、あ、見たことある人も多いんじゃないですか。ここがステージみたいになってて、その後ろにトレーニングするところがある。だんだん空がピンク色になってきてめっちゃ綺麗。サンドイッチ買います。サブロン $8.99 Can I insert? Oh, you're insert? 部屋がめっちゃ近いんでベネスビーチから、それがほんまに今回良かったことかな。すぐにビーチ行けてすぐに帰ってこれて、で周りにいろんなもあるんで、今日はサンドイッチ、部屋のバルコニーというか部屋の前のデッキに来ました。ターキー&ベーコンオンフレンチサブ。明日は足トレや。山が全然ないんでめっちゃ広がってて綺麗。っていうか帽子も1個買いました。ドジャース、このターキー&ベーコンのサンドイッチ、普通に美味しい。この帽子なんか結構いい気がする。